こんにちは、YouTuber の林雄二です。企画を考えたりアイデアを作る仕事が多いんですけれども、やっぱ一番思いつくのはシャワーを浴びてる時なんですよね。お風呂でシャワーを浴びてる時に、あ、そうだ、あれ外でやったら面白いんじゃないかなとか、あれ段ボールで作ったらいいんじゃないかなとか、そういうふうにいろいろ思いつくんですけれども、よくないのはお風呂から出る頃にはもう忘れてることで、なんか思いついたことだけ覚えているっていう非常に気持ち悪い状態がよくあります。それを解決するにはどこでもシャワーを浴びられるようにすればいいんじゃないかと思ったんですよね。どこでもシャワーを浴びられる装置を作りたいと思います。小型のポンプとシャワーがついているこういう屋外用のシャワー、シャンプーハット、大人用なんですよね。これは本品はシャンプー用です。それ以外の用途には使用しないでください。どんな変態が使うのかなと、水を入れるタンクを用意しました。これを組み合わせればどこでもシャンプーを浴びられる装置が作れるんじゃないかと思います。はい、では作りましょう。おこのシャンプーハットにパイプがついてるんで、ここから漏れた水が全部ここを伝わってここから出てくる、そういう仕掛けになってます。はい、できました。それではスイッチオン。おっ、入ってる、水入ってる。あ、すごい、今なんかいろいろ企画思いついてます。コーラを熱燗にするとか、車を、自動車をマウスにするとか、段ボールで家を作るとか、ガンダムの肩の部分を瓦葺きにするとか、あー、なんかどんどん出てくる、アイデアが出てくるな。外で大きいクロスワードするとか、大きい迷路を作って遊園地に置くとかね、迷路を使いながら自分の位置が GPS で分かるとか、あ、ちょっとだんだん水が足りなくなってきて、アイデアが、わあ、こんな風にこのわずか 2,3 分の間に20個ぐらいのアイデアが出たので、このモバイルシャワー使えると思います。ぜひみんなも試してほしいと思います。それでは YouTuber 林雄二でした。おお、あ、背中に入るのがすっごい冷たいね。あ、いいもん作ったわ。はい、わかるかな、ちょっとこう足にカメラ寄せてみて、もっと久しぶりだな。